レスリングにおけるフロントスープレックス。フロントスープレックスはレスリングとプロレスで用いられる投げ技の一種である。アメリカ合衆国ではベリートゥー、ベリースープレックスとも呼ばれる。かつて前田明がマスターした12種類のスープレックスの中ではウンターグルフと呼ばれていた。投げ方は正面から相手の両脇に自らの両腕を差し込み腰回りを 両腕で抱え込んで後方にブリッジして投げる。綺麗に決まれば、相手のサイドポジションを取れるが、失敗すれば、相手にマウントポジションを奪われるリスクがある技である。長谷博士は、この技をそのままホールドして、ホールに持ち込めるように改良して、彼のオリジナル技、ノーザンライトスープレックスホールドを開発した。プロレスにおいては、レスリング出身の選手に、使い手が多い。ま、リックスナーは、 なだれ式の第一人者である。スロイダー相手の片腕を巻き込んだ状態で、相手の胴を両腕で抱えて投げる。なお、フロントスープレックス及びその派生技、類似技を総称して、スロイダーと呼ぶこともある。ノーザンライトスープレックス長谷博氏が、フロントスープレックスを元に考案した。パワースープレックス長田博氏が、若手時代にフロントスープレックスを元に考案した。 後方へ大きく投げ飛ばすフロントスープレックスで走ってくる相手へのカウンターとして使用される場合が多い。水車を落としダックアンダーで相手に組みつき、相手を肩の上にうつ伏せで乗せる。そのまま後方へ倒れ込み、相手を背面からマットへ叩きつける。レッグダイブからの連携で使用されることも多い。また、倒れた時の状態のままホールするホールド式も存在。 ダブルリストアームサルト正面から相手の両手首を掴んだ状態で相手の液下に自らの頭を潜り込ませその状態のまま後方に反り返りながら相手を投げ背面からマットへ落とすそう相手を投げた状態のままブリッジを維持してホールを奪うホールド式も存在するハーフリストアームサルト蒸気ダブルリストアームサルトの変形相手の片腕のみ掴んで技を仕掛ける マジンカザグルマ固めマシンスープレックスとも呼ばれる。平田厚氏がスーパーストロングマシーンを名乗った時に考案したことにより命名。片手で相手の片腕をハンマーロックに極め、もう片方の手で相手の首をフロントヘッドロックに捉え、後方へ反り投げ、ブリッジしたまま相手のクラッチを維持しつつ、ポールをする。魔界クラブ時代は魔界カザグルマ固めという名前で使用した。 丸富士制度はインプラント DDT の容量で垂直に落とすマジン化ザグルマを披露したことがある。サイクロラママットサイダルのオリジナル技、コーナーからだれ式、フロントスープレックスのように後ろに反り投げ、クラッチを解かずに自分もろとも後方回転してマットに叩きつける。ありがとうございます。